ってっと。今回の金城は正真正銘社会悪のクズだったな。鴨志田にまだらめだってそうだ。自分の欲望のままに他人を傷つけ搾取する。でもさ、そいつらの悪事に気づいてるやつも周りにはいるわけだよな。なんで見て見ぬふりするんだろう。助けたりしないのか。勇気がないってことか。人間って弱いな。人間か。なあ、我が輩って本当に人間になれるのかな。お宝触った時思い出したんだよ。無理して忘れようとしたけど、我が輩本当は人間じゃ。生あったかいこと言ってくれるぜ。考えてみりゃそんなはずねえよな。我が輩怪盗団のセンターだし。夜更かしはお肌に悪いぜ。寝るぞ。お話だ。おとなしく聞け。今度は醜き暴食の塔を下したか。見事だ。公正に励んでいるようで何よりである。囚人ごときにはもったいのないお言葉、大切にしなさい。あの男の話覚えているだろう。もう忘れたのか。悔いようのないバカめ。廃人化の件ですね。他の能力者の話だ。公正をなすならばいずれ相まみえることになるかもしれない。楽しみが増えたな。お前にはより力を磨いてもらわねば困る。私から贈り物だ。今のお前にふさわしい新たな力を与えよう。よし。時間だ、囚人。戻りなさい。処分したみたい。それでそのお姉ちゃんたちが金城を確保したって。何？消されちゃ困るからって理由みたい。マフィアなんて言われてた連中だし、ありえるのかもな。改心成功したのかな。まだ何とも言えないな。そっか、金城が言ってた精神暴走って？わからん。でもニュースで盛んに言ってる精神暴走事件とかのことだろうな。
我が輩たち以外にパレスに入ったやつ、本当にそいつと関係あるのかもしれん。そうだね。今はとにかく金城が本当に改心したのか、その結果を待つしかないね。ありがとう。帰ったか。
皆さん。グミ。ではまた。お疲れ様。悪いですが。やれやれ。よし。はあ。おはよう。ダメね。わかるかしら。
聞いてくれ。
よし。ナナ、ナナ。マジか？悪いな。じゃあ帰りますか。やれやれ。よし。こんにちは。
にしますか。良ければ皆さん、ですが、ありがとう。
よかった。ありがとう。いや、ではまた頼むよ。おかしくない？